2021明治安田生命 J1 リーグ第6節、大分トリニータ対サンフレッチェ広島の対戦です。大分も広島も中3日で迎える今日のゲームです。それでは今日のスターティングメンバーをご覧いただきます。まずは大分からです。ゴールキーパー高木俊、そして最終ラインは三沢、羽根田、小出、ダブルボランチが下田と小林、そして福森、井上、ワントップツーシャドウが長沢、小林、聖郷、そして町田となっています。一方のサンフレッチェ広島のスターティングメンバー、ゴールキーパーは大迫、最終ラインは左から茶島、荒木、野上、今津、ダブルボランチ青山と川辺、エゼキエウ、藤井、そしてツートップは縦関係と予想しました。ドーグラス・ビエイラ、前、その一つ下に浅野と予想をしています。ご覧のようになっています。茶島がかなり高い位置にいて、ベテランの青山を受ける。茶島中見てクロス入れていく、ドーグラス・ビエイラ、こぼれたところシュートだった。最後は浅野雄也です。小出が上がってきまして、さあインナーラップしていく、その井上は使わず町田、クロス入れていって長沢を打った。井上は一つ形見せましたね。良かったですね。まだボックス内にはビエイラがいます。高い位置、手を上げて先ほどチャンス作った、その今津を落とした、ダイレクトビエイラだ。ポスト入った。もう一度ここは大分クリアします。迫力ありますね。高いですね、ドーグラスビエイラ。下田、福森、中央2枚、ボックス内3枚から入れていって長沢を狙う。ここもポストに当たりました。このボール残ってますが、そのまま見送ります。いや、今面白いボール入れましたね。シュート性のクロスでした、福森。シンプルに中を崩しますが、ここは大分、ただ縦にドーグラス・ビエイラを落として浅野絡んでくる。浅野前向いた、浅野シュートだー、ナイスキーパー。ここは高木のファインセーブ。いやー、いい攻撃、いい守備でしたね。はい、さあ小林誠吾、左で開いて受ける、戻してミサオ、ここからクロスを入れていきます。ここに長沢だ。決まった。大分トリニータ先制。後半の立ち上がり早々、大分の長沢、今シーズンの初ゴール。いや、本人嬉しいでしょうね。まあここでね、小林誠吾がちょっとためを作って、まあ、折り返したボールにミサオ、ね、非常にこう優しい、いいボールですよね。そのボールに対して自分のやはりストロング高さですよね。長さ、ここセリカってね、よく決めましたよね。落として青山、もう一度今津、そしてビエイラ、触る浅野、浅野サントス落として浅野、浅野狙えるか、広げる茶島、茶島、茶島入れていった、最後青山だ。決まった。広島同点ゴール、追いつきました。青山のヘディングシュート、クロスバーに当たってそのまま吸い込まれた。まあここね、茶島がいいボール上げたのと、やはりこうドグラスに目が行ってしまったディフェンス、その背後から入ってきた青山をね、突き切れてなかったですよね。執念でこう入ったっていうようなボールでしたね。狭いところをつないでいきます、町田大和、前向いた、体の入れ方うまい。ここから左ですが今津、さあボール奪った広島です。今津、今津中に入っていきます。今津、ここから出していって、ここから打てるか、打った。最後は川辺だ。川辺が決めた。キャプテンマークの川辺、逆転に成功、広島です。見事な今、今津の持ち上がりからでした。まあ、ゴールキーパーの、ね、位置を
こうボールもらう前に少しこう見てるんですよね。でまたですか、ゴールキーパーの高木の股を、ね、抜けていいゴールになりましたけどね。さあ大分が久しぶりにボールを奪いました。ここからビルドアップ、同点ゴールとなります。さあ奪った鮎川、ガラキだ鮎川、打った広島大きな追加点、鮎川プロ初ゴール、大分の地で沈めた。これは完全に三沢のミスですね。まあキーパーの位置を見てしっかりと流し込むだけでしたからね。大迫の大きなゴールキック、左ここで長い笛です。松尾出身の長い笛で試合終了です。大分対広島第6節、この試合勝利しましたのはサンフレッチェ広島3対1、今シーズン初の連勝ということになりました。敵地での大きな大きな勝ち点3を持ち帰ります。